今回は落書きにまつわるスレを3つ紹介します。まずは2008年2月に立ったスレです。捨てられたプリントからあれの落書きを晒す、お絵描き。え？何このときめき？なかなか可愛いじゃないか。吹いた。早くあれにこのキャラの名前を聞くんだ。ハードボイルドだな。姉をください。これは。ドン、どこドン。不安猫。姉もえすぎる。死んだ。カッパに何が起きたんだ。普通に可愛い。文章にカッパ出てくるからか。捕まった。ちょ、カッパ。捕らわれカッパ。カッパ従順。優しいタッチの枝が、内容がシュール。高画質なもんで。大丈夫じゃねえよ。なんだ、これ。悲痛な叫びが多いな。一郎さんがチャカ持ってる件について。吹いた、絵で描いて覚えるという特殊な勉強方法だな。なんかいいな、この絵柄。全部心霊写真になるだろ。なぜにプリクラ。心霊大家族。センスに溢れすぎる。お姉さんのシュールな落書きに盛り上がりを見せるすれない、落書き投稿は続いていきます。よくあるある。だ、払いで。何か別の世界観を持っていらっしゃる。あるとかないとかじゃなくて、意味がわからん。やばい、姉に惚れた。久しぶりだな。今年の絵と。ちょ、ネズミに袋できてる。高定住。一の姉が絵本出したら買う。姉と一のスペックをくれ。姉と俺は二卵性双子で大学卒業間近。姉は漫画家志望？姉は教育学部ね。てかこれ授業中に描いてるってどんだけだ。俺は部屋の前に積まれた捨てるプリントの山を拾ってきてうぷしているだけで、これは授業中に描いたわけではないと思う。思いたい。次々と落書きを載せていくスレ主でしたが、スレ主以外にも落書きを載せる人物が現れたようです。スレ民たちはこれに対して。あれ？姉？お、懐かしいな。ちなみにそやつは姉じゃないぜ。姉は今風呂だ。つまり、以前にも姉の落書きでスレを立てて、125はその時の絵ってことだな。そそ、払いで。一番笑った。これは、一体何の観察記録だ。セーラームーン。ぬこムーン吹いた。ところで、札幌にあるメイドカフェ、ゆるふわに行ったことあるやついる？エリエール。ゆるふわの音に姉が絵を描き殴ってきたらしい。一姉は俺の嫁。カオスすぎる。とりあえずこのキャラクターの名前を聞いておいてください。そしてすぐにでも出版してください。もしくは続きはウェブで。姉のファンより。うちの社長がアニメ化に協力すると申しており。俺、ねえ、あんたがいつも描いてる猫の名前は？姉、名前はまだない。双子の姉弟ってすごく羨ましい。ワッフル、ワッフル。何してるんだこれ？おっと懐かしい。結婚してくれ。ほ、あ。壊したらめぇ。一よ、お前の姉は素晴らしい才能を持っているぞ。才能豊かだな。タコの足はきめぇ。増えた。ごめん、もう限界。双子の弟、高志の提供でお送りしました。おやすみ。あ、内定もらったぜ。お疲れさん。おめでとう。高志おつ、また帰ってきて。一いつ、姉の才能には惹かれるものがあるぜ。一イコール高志、おつでした。内定おめ。またスレ立てよろ。以上です。続いてのスレは2009年7月に建てられたスレです。姉の描いた落書きを晒す。携帯じゃ立たなかった。どっかで見たことあるぞ。出たなまた貴様か。またお前か。かわいいな。何このデジャブ。ソフトクリームかわいい。伝説の剣だろ。またこの姉か。相変わらずかわいいな。もっと、もっと。怖えよ。このキャラって名前とかついてるの？遭遇したこれ。我々はこの落書きを知っている。狂気を感じる。有名だな。あ、なんか前見たことが。作ってみよう小鳥箱とかあったよな。相変わらずの絵だな。リアルタイム来たこれ。まさか遭遇できるとは思ってもいなかった。まずはジャブ程度だな。なんだパートスレなら落書きスレに晒せばよかった。尻尾まで SN アロタ。なんというプレイだ。いきなりカウンター。高しじゃないか。遭遇記念。そう、リアルタイム来たこれ。札幌民オツ本物だと。何があった。ふう、お久しぶりだ。ビニチって。ビニチ鑑賞。またしたが、水爆来たこれ。何回もやっててよく飽きないな。全然センスないし面白くないし。さっさと死ねよ、なれ愛中。あやスタイル。出たな。楽しませてもらうわ。何？全、さ。右脇紐がおかしいわけだが。いやしかし可愛いな。ニコニコで見たなこれ。姉何歳？久しぶりだこと。とっと田舎のママアンチでも行ってみっちとイチャついてろや。え、これ本物？初リアルタイム来たこれ。ほんとシュールだな。リアルタイム来たこれ。カルタの人だよね。またお前か、ありがとう。彼氏できたってさ。お姉さんについての衝撃の告白にこんな反応も。そんな情報いらねえよ。俺たちの夢を壊すな。これは、有名な人なの？今回で3度目の遭遇です。本当にありがとうございました。これは、ニコニコに乗るかな？ニコ中のみんな見てる？ 71 見てるを。新規タイムの俺が絶望した。季節もんだな。姉貴絶対水着買っただろ。抜いた。遭遇できた。お、初遭遇だ。またお前か。相変わらず豊かな才能をお持ちのようで。ドラクエだ。たかし、何やってんの？またお前か。早く姉貴くれ。話題に乗ったな姉。ニコニコ動画で有名な人なの？あ、なんかいいなこれ。線の細さが何とも言えないシュールさを勃起した。なんという俺。泣いた。勃起か。初遭遇記念。おい、やめろ。
俺が駆けつけてやる。お、初めて遭遇した。ドラクエでこれに遭遇したら倒せないな。ボカン、状況が理解できない。どういう状況だ。初リアル遭遇記念マツコ、さすがに飽きたかな。ぶつかる楽しとか。はじめまして、駅の姉ちゃん。相変わらずシュール前だぜ。パンチがないな。どこに売ってますか。姉のあだ名がサマーの人か。マジで札幌人。この絵柄で姉ってまさかお前。ストラップ通販でお願いします。ポエムの姉ちゃん、1文字変えると大変なことに。カルタの人か。騙された。脳内変換した。初期の頃のような狂気が足りない。彼氏できて落ち着いたのか。今日はいい夢が見れそうだ。ちょっと欲しい。なんかシュールだな。初遭遇嬉しすぎる。このネズミの乗り物は初登場かな。なんか今回は鳥に意味がわからないね。初遭遇本当に嬉しい。姉ちゃん、姉ちゃん、ビバ姉ちゃん。電車で一人旅か。俺疲れた、心が。これなんてカルタ。お姉様、この癒し豚にもっとください。いえいえ、ハムソク寝てる。 SM 彼氏にこんなことされてるのか。彼氏にしてるんじゃね。何これ、かわいすぎだろ。俺ハムソク乗ったら大きい文字にしてもらうんだ。彼氏ができたということでこんな落書きも。これは吐き気が。今追いついた。この姉ちゃん大好き。じゃあ姉、彼氏できて変わったな。俺お泣きに入るわ。姉ちゃん、彼氏す、もしかして引退宣言。相変わらずのシュールさで。うつかれた。ああ、姉ちゃん M なのか。本物。やっほー、記念パクコ。姉くれー、記念。また怒られるぞ。姉ちゃん過激だな。俺そろそろ寝るけど、なんかある？姉の彼氏になりたいんだがどうすればいい？もっとやれ。晒すの久しぶりだよね。一の落書きウプ。姉の性癖を晒すスレになっとる。またこの姉か。弟のおっぱいウプ。記念。今度は俺たちをうつにするカルタか。久しぶりだったわ。今度姉に、俺の1週間分のカルプスいる？って聞いてみて。魚肉ソーセージの歌が好きです。一が書き溜めていた落書きを晒すと聞いて。よし、じゃあ寝るわ。彼氏にもなんかあったら伝えとくぞ。以上、双子の弟たかしの提供でお送りしました。アディオス。おつ、たかし、ギャ。質問答えてねー。けどおつ。一おつ、記念。たかしおつ、次は姉とその彼氏とやらを別れさせるためのアンカスレをぜひとも頼む。姉の格魚体が好きだ。いつかまた見れますように。リアルで出会えて嬉しいです。彼氏に見せたい。次は姉がたかしを折檻ルート希望。おつ、次はリアルタイムで見たいぜ。以上です。最後のスレは2012年1月に建てられたスレです。弟の落書きがひどい。レベル低すぎて笑えない。うぷ。落書きだし。うぷ。何もったいぶってんの？気持ち悪いわ。教科書に書いてるんだがこれはダメだ。わろた。見てないけど。ギリシャにこんな神様いなかったっけ？お前が書いたんだろ。弟いくつ？今年高2。かわいいじゃないか。くださなさすぎ、わろた。ミスった。激励だな。正直あまり笑えません。だから笑えないって言ってるやん。何でもエロくしたくなるんやろ。くったらねえ。完成すごいな。基本下ネタの落書きを書くのが好きなような弟。投稿は続いていきます。ヒエロ発見。矢印は少しだけ笑った。42からの流れはなかなか秀作。笑えねえけど、わろた。やんでるね。いじめられてんだよ。気づいてやれよお兄ちゃん。さっきのやつ死んでんぞ。構図はうまいな。51は少しだけ笑った。51の流れはなかなか秀作。弟さん、優秀じゃないですか。かわいい。絶対息が書いたにゃん。何回に不明なやつ見つけた。やるじゃん。全然笑えるだろ。クソワロタ。あのさ、お前の弟、壮絶ないじめにあってるんじゃないの？俺もそう思うんだ。安心しろ。残念さ加減がまだ笑える範囲だ。あまりの絵の内容にいじめの心配をされる弟、淡々と投稿は続いていきます。エロ発見。ちょっと面白い。いいぞ続けろ。メンデルさんがムスカにされとる。クソワロタ。見た目もうちょっとなんとかそれっぽくできなかったの。小学生の落書きだな。うに、ラメー。パフュームおった。これじわじわくるな。わろた。殺伐としたスレニー。お連想した。面白いのとつまんないやつとの差が激しい。これはチ、コなのか？キノコだな。なんかつまらなくなってきたぞ。絵心はないけど発想は素晴らしいな。シュール。なぜかじわじわきた。下ネタ以外は割と優秀じゃないか。ええやん。よく探したらいろいろとあるもんだ。謎。少しクスッときた。意味不明。もう泣けてきた。しんすけとええやんでわろた。喉が痛い。わけがわからない。また見つけた。クソ吹いた。間違ってないわ。この絵が載ってる教科書持ってる。たまにガチでクオリティ高いな。顕微鏡のは、猿の百行。この二つは癖になる。明日会社のミーティング怖いわ。英語で見つけたのがこれだけだった。これは教科書が悪い。このスレに弟参上の予感。なんとなく弟も狙う臭い。弟はここを見ているのかもしれないな。いや、実は弟はもういない。おい、おい、なんだと。どういうことなの。不穏な空気が流れるスレない、スレ主が語り始めます。去年事故って死んだよ。だから遺品探りしてんよ。でまた見つけたぞ。だから当時って言ったのか。おいっとうしてくれる、少し楽しんで見てたのに。お前のせいで台無しだ。何この空気。まあ弟のためにも笑ってやってくれ。この流れでそれはちょっとずるい。
わろた。これ好き。にしても、やっと追いついたらそんなの。でも弟のセンス好きだぞ。嘘だろ。笑ってごめんな。追いついたと思ったらなんだこれ。ま、明るく行こうぜ。ストッキングじゃね？俺もそう思ったんだけど、なんだろうな、意味不明だな。顕微鏡が一番面白い。面白くねえ。ほれ。不覚にも。なんかゴキブリの足みたいなのある。こういう系好きだったみたい。想像力半端ねえな。エロ漫画好きだったんだろうな。くそアロタ。通常機関砲ってやつか。誰がうまいこと言うと。どんだけ弟精子が好きなんだよ。弟。笑わざるを得ない。あと生物の裏拍子。不覚にも。おう、最近じゃねえか。釣りと言ってくれ。もうないみたいだ。釣りと言いたいんだが釣りじゃないんだな。弟も天国で喜んでるんだと思う。最後までありがとう。釣りと言ってくれよ。以上です。皆さんはどんな落書きをしていましたか？